ラブハンバ城3日目の日は車をチャーターして観光したいと思います。ただね、ドライバーさんが20分も過ぎてるんですけど来ません。息子も昨日のツアーで疲れて今日は行かないということで、本日は女子3人で回りたいと思います。まずは神秘的な洞窟のあるランコケーブに行って、その後お土産屋さんでお買い物、お昼はローカルワルンでご飯、午後からはヒンドゥー教寺院でお祈りをして新しいホテルにチェックインします。 OK。 おじだだじゃらんや、desa ini desa rangko oh ini desa lang rangko eh di sini parkir ya pelabuhannya ada di belakang oh sugoi ikinari jushajou ga lokal area ni tomete boto norimaba made aruite iku n desu kedo sugoi mechakucha lokal ah oh体感ピンがバネじゃない。すごい。この辺一帯はムスリムが多いらしいです。うん、そう、ヤギが至る所にいる。ヤギ。あ、おお、ヤギが。焼きがいっぱい。桟橋の前にちょっとお店があるって感じかな。このボート代が一人往復で20万って言われたんですけど、負けてもらって。で一人15万ルピア1500円ぐらいにしてもらいました。あらーかわいい子供が遊んでる。でボートはチャーターになるみたいですね。うわ、これね、桟橋穴が時々開いてるんですよね。ちょっと怖い、よく見ないと。あらーマンチンティダ、トルバンアパ、あー、ラヤラヤガン、ビキンすぎり、フィンタル、フィンタル、カンポン、スカリ、田舎のどかでいいですね。はい、このボートに乗っていきます。ここから15分ぐらいで、ランコケーブっていうところに着きます。でそこで鍾乳洞なのかな、入って遊びたいと思います。はい、ここからボートで出発しますうん、こ、あー本当だ、魚がいっぱいある。間に合いかん、今回遠浅でね、ちょっとボートに乗るのが大変だったんですけど、満潮だったら浜からエントリーできるそうです。ヤンパンタイジさんがビサマンディギトビサビサ、kita mandi di dalam gua sebentar. Iya. Banyak sampah. Sampah? Masa tidak ada? Ini sampah ini semua. Di Bali banyak sampah. Karena banyak penduduk. Ya, restoran, hotel, banyak. Dan lokal juga. Ini masih bersih. No? Bali lebih kotor.
Tergantung pantai itu. Mau langsung ganti atau? Let's go. Let's go, let's go. Hey, jalan-jalan 5 menit. Alahan. Mm. ここの島にはね、猿がいっぱいいるそうです。ここ？じゃあ、お、ジャンティガニャ。あ、それ。sekarang? sekarang? oh gitu. gelap berarti. bagaimana? tidak ada ular?Ura, apa itu? Ura. Ular. Ular. Tidak ada. Tidak. Oh, foto-foto yang warna biru itu sore-sore? Ya, sore-sore. Sore-sore. Oh, gitu. Ini air? Ya. Itu airnya. Panas. Hmm? Sonyu do.Di atas sampai ke sini. Oh, sekarang airnya surut. Tapi mandi tidak apa-apa. Oh, warna biru. Oh, jadi sinar dari atas. Setelah itu kelihatan biru.Lokarnya, lokal orang di sini. Ya. Oh, mandi ke sini. Tinggi. Ah, misut sumetai? Dari mau orang kan, cukup kawaii yo na. Dari kau tera iye kedo na. Tapi kakak hari yo. Sugi, e ni naru, e ni naru. Sora, e ni naru wa, bagus.そう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 。ゴアランコの前のビーチです。はい、ブランコがある。はい、海から見たローカルの家の景色です。はい、到着です。はい、ここはバルラブハンバ城でも大きなお土産屋さんになります。で、場所は空港の目の前。
なんかバリのオレオレクリシュナに似てる。結構何でもあるし、うん、めちゃくちゃ充実してる。こういうトゥヌンっていう布が有名らしいです。でもバリでも買えれるっちゃ買えれる、ね、でもこっちが本場らしいです。あ、これはスンバって書いてある。綺麗。今日のお昼はここで豚を食べます。デポスセイバビーコラボラ、はい、セイバビーと裏この辺の有名なご飯かな。これがスープ何スープブレンボン豆ですね。これが辛いやつ。辛い？そうでもない？今日は豚です。で、どれが、それがお花の、ブンガパパイヤ？そうなん？でも美味しいよ。うん、甘辛。この辺のさ、食べ物って甘辛でちょっと酸っぱいって感じだな、どこも、うん、ローカルのなんか酸っぱいのが入ってる。ブアンパ城にあるヒンドゥー教のお寺に来ましたが、お寺の中には入れなさそうです。鍵が閉まってる。外からだけ。みーちゃん、3日目の宿は海沿いのフラミンゴっていう宿、ここになります。4階建てですね。で、この辺のね、宿ってだいたいアパート形式で、プールがとかレストランが一番上、屋上にあるって感じです。なんでバリみたいにあの庭があってそこにプールがあるとかそういうのはないみたいです。はい、エレベーター上がって今回の部屋は2階です。ここが私と息子の部屋、隣が娘の部屋。草な草な。あー、もう散らか、早くも散らかしとるな。はい、ツインツインの部屋で、うん、ポットとかコーヒーもあってタンスがあってで、テレビがあって、はい、前の部屋よりもちょっと狭いな。で、トイレ、ここトイレ明るい。で、一応アメニティも一通りあって、こんな感じ。はい、くつろいでます。で、ここは喫煙室かな、うん、ですね、外で、この目の前が海になります。前のホテルとは、歩いて1分ぐらい近くなんですよね。すごい雨が降ってきた、ね、夕方。雨宿りでコーヒータイムです。はい、3日目の夜はジャカルタの皆さんおすすめのこのお店にやってきました。
これはバリの清水用の入れ物です。ちょっとびっくり。かわいい魚のオブジェとかがかわいい。大地のチナステーキ、マンタップ。これ何？マッシュポテト。マッシュポテト、わー、母ちゃん好き。これがピザバーベキューチキン。今日もスパゲティです。空もスパゲティ。大地だけフィッシュ。大地だけいつもメインコースを頼むような。はい、いただきます。めちゃくちゃ美味しかったです。でお店の中もめちゃくちゃおしゃれですごい良かったです。